で今は羽田空港で、新千歳に向かいたいと思います。あんやん、おはよう。おはよう。あんやんの、おはよう。2泊3日楽しんでいきたいと思います。あんやん、行ってきます。前の座席の下。スカイマークに乗ってるんだけど、ピカチュウの飛行機のかわいいキットカットくれた。無事に新千歳に到着。私は美瑛鮮花のコーンパンを食べたくて、超有名なんだって。でいつも夕方だと品切れちゃうので、朝時間があるので8時オープンだからちょっと行ってみよう。到着。ここのコーンパンがめっちゃ美味しいんだって。ねえ、やばいよ。今何時だって？8時22分で次9時半だって。マジでやってなくてっていうか売り切れてて、テンションがだだ下がり。どうしよう。うまそう。本当だ。空港で鮭弁当みたいなのを買いました。ハラス弁当買いました。はい、今からバスで2時間かけて新千歳からニセコへ向かいます。結構長旅になるんですけど、ちょっと眠りたいと思います。楽しみ。はい、なんとここからさらにバスに10分か15分ぐらい乗って、やっと次は東山ニセコビレッジに到着ということになります。もうね、もうすぐ1時なんだけど、1時半からランチを予約してるので、食べたいと思います。もう到着するよ。普通にここで化粧しようと思ったら3分だったわ。5日か。いや、実は綾と綾乃と一緒に待ってスノーマンのライブのチケットめっちゃ取れないらしくて、一生懸命綾のためにうちらも頑張ったんだけど、うちら寝落ちしちゃったんだよね。やってる途中再読み込みしすぎてホンって寝ちゃって撮れなかった。ついに到着でーす。じゃじゃじゃーん。すごーい。広い。山だよ、山。ここもすごいよ。めっちゃおしゃれなんだけど。うわーすごい、超素敵。わーすごい、うわ最高。キャー、これはこれは上がるね。すごい。そうなんです。あ、中なんですけど、ビューバスなので外見ながら入れるっていう形で。最高。ウェルカムフルー、何タルトと何牧場これ。あ、ニセコ高橋牧場、あの近くのソフトクリーム屋さんのだ。タルト、チーズタルトとカステラと、あとこれは何、全部美味しそう、かわいい。こんにちは。キャーン、素敵、ありがとうございます。じゃあ引いていただいたので。いいよ、やばえてます。すごい、山を見ながら。キャロットサラダです。あやのの天ぷらそばです。そしてあやの豚丼、美味しそう。うわ、うわ、美味しそう。美味しそう、ありがとうございます。 We've been talking over something casual and you got that wonder。あれ何読んでんの？スノーマン？その雑誌をゲレンデで撮るんだよね、ユキと一緒に。スノーマンとスノーマンをね。そしてあやのは寝っ転がって携帯をいじっています。そんな自由な旅です。で今回の旅で実は私洋服を全然持ってかなくて、昨日がナイキだったからそれが遅くてマジで疲れちゃってて全然パッキングできなかったんだけど、ちょっと目の上にキラキラを入れてみた。
で石灰ラインも描いてみた久々に。目の裏のキラキラはイニスフリー、新大久保で買いました。インストゥインクルグリッター4番です。で今日のリップは RMK の08番です。あ、彩乃が抜け駆けしてる。ダイエットしてる。ホテルからゲレンデにつながっています。じゃじゃじゃーん。こんな感じでこのままフロントから下がったらゲレンデに行けちゃうの。あ、これか。レンタルもありがとうございます。はい、ゲレンデで今ウェアのフィッティングをしました。イエーイ、撮ってもらう。イエーイ、イエーイ。ここが、お風呂になっています。今は特別に人がいないから、うわー、待って、最高なんだけど。ゲレンデで、そして私たちの第二のふるさと、ドライでしょこれは。うん、最高。外いいね、外最高。え、露天もあるんだ。露天もある。こちらが貸切風呂です。いやー、最高。じゃじゃーん。わー、最高じゃん。これ明日の朝入るやつだ。貸切風呂めっちゃいいよ。雪景色めっちゃ良くない？綾乃こういうお家に住んでよ。はい、というわけで、大浴場に行ってサウナ3セットして、露天風呂とか使ってまだ汗が止まんないんだけど、超すっきりしました。で8時からディナーを予約しているので、今日はお昼食べた下の花雪、雪花、惜しい雪花で、ディナーになるので、時間ないんだけど髪とか乾かしてディナーに行ける支度をしたいと思います。あやばれています。あのね、さすがすぎるのが、高級ホテルって1日2回ベッドメイキング入ってくれるんだけど、ちゃんと洗面所もすごく汚れてたのに綺麗になって、お風呂から出て大浴場から戻ってきたら綺麗になって、カーテンも閉まって、パジャマとかも用意してくれて、ちょっと汚くなっちゃってるけど、もう寝る支度をしてくれてます。あ、でちなみにアメニティはね、このスパで使っているシャンプーとかもなんだけど、ソサイス、ソシース、はい、読めません、いつも通り。このパリのすごい有名なブランドなんだって。このアメニティなの全部ちょっとね、使ってみたいよね。ローション、クレンジングミルク、これもローション。え、これ何ローション？あ、顔のローションってことか。最高です。先にスーパーに行ってきた綾乃さん、ちょっと肌見して。すごい卵だよ。マジフェイシャルやったんでしょ。やった。え、マジでツヤツヤだよ。ツヤツヤ。やば。これ入れていいかな。入れないかな。え、入れようよ。可愛いから。こんな可愛いグラスがあります。お部屋でちょっと飲んで寝ます。はいでさすじゃん。はいってやったら次でさすじゃん。はい。はい。はい、いや、アリサちゃん誰かさすじゃん。はい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 。最後のはいで。もう一回言って、もう一回、どういうこと。はい、何回で終わり。ノムノム探検隊、あの、はいはいはいのリズム分かるでしょ。うん、でも何回で終わるの。はい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 、じゃあじゃんじゃないよ。はい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 、だから6周しかしないってことだよね。だから永遠に飲むゲーム。え、やってみて。ノムノム探検隊、ノムノム探検隊。はい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 、あ、ちょっと心配しちゃいましたね。こんにちは、あ、来ましたね。
さ、おはようございます。今から貸切温泉にちょっと入って、ごめん、朝ごはんです。すごいちょっと湯船に浸かったんだけど、しっかり気持ちよかったです。では朝ごはんに行きたいと思います。ビュッフェはサラダと、北海道ということで牛乳とヨーグルト、乳製品普段全然取んないくせに死ぬほど取っています。北海道なんでね。和朝食が来ました。すっごい美味しそう、ボリューミー、お皿も可愛いし、いただきます。はい、ということで今から私たちはスノボに行くんだけど、私は実はスノボが嫌いなんです。実はね。けどスノボに行こうって誘われると、あ、行こう行こうっていつも言っちゃって後悔するタイプなんだけど。昔行った時も嫌いだったの、実はじゃあ。え、嫌い嫌い。だからデイノも多分ちっちゃい時にやってないんやね。スキーもやったことなくて、海派だったの家族も、うんうん、だからウィンタースポーツをやったのが大人になってからだから、多分こけるのが普通に怖いんだよね。で、綾乃とかともさ結構行ったじゃん。行った、多分合計4回ぐらい行ってるんだけど、全部やっぱ行かなきゃよかったって毎回思うんだよね。リフトで泣いてるし。そうリフトで泣いた。うちらしてんの。てかまずリフト降りれないから怖いなんだけど、せっかくニセコに来たし、世界で一番いい雪とも言われてるようなところなので、今日はスノボをするんだけど緊張してる今。はい、というわけで着替えが完了したの。今から行くんだけど、ちょっと緊張というか怖いし、すごい目が茶色く見える、怖いです。マイルズの借り物全部行きますか。イエーイ。無事にリフト、ゴンドラに乗りました。もうなんかよくわからない、もう帰りたいかも。帰りたいかもしれないけど、ゲレンデはすっごい綺麗でめっちゃテンションが上がります。雪がこれすごい丸で見えるかな、これ不純物がね入ってるんだって。だからこんなボールみたいにこうやってポンポコポンポコ跳ねてるの、発泡スチロールみたいな感じ。このぐらい行くんじゃない。やばい、縦になっちゃう。縦は危険だよ。前の光の方が右の方が見えない。最低。はい、というわけでスノーボードを一回、終わらせて、今からお昼ご飯なんだけど、お昼ご飯の後にスパを受けるので、フェイシャルを受けるので一回化粧を落として、まあ、日焼け止めだけ塗ってるんだけど、一回メイクを落としました。はい、やっぱりヘルシー女子の私の昼ご飯はほうれん草と人参です。え、もしかして昼からしゃぶしゃぶ食べる。そうです。え、マジ、ヘルシー女子すごい自分の。私でもワイン飲んじゃう。いただきます。はい、こちらで、ディープクレンジングとかクレンジングフェイシャルを基本やっていただきたいと。高級スパって感じ。すごい爆睡だったんですけど、見てめっちゃツヤツヤになったの。しかもこれ家で使える製品でここまでできるんだって。すごい気持ちよかったです。ありがとうございました。じゃあちょっともう一回スノーボード行こうか、考えたいと思います。こんなお試しセットみたいな、ソティスというブランドのなんだったんだけど、いただいちゃいました。しかもこれね、全部今回のトリートメントオーガニックなんだって。本当にさ、何度見てもさ景色が良すぎて、部屋のわーって気持ちになる。あとこのさ、山ももちろんなんだけど、このモミの木が結構天、モミの木じゃなかったら結構恥ずかしいけど、モミの木風、モミの木っぽいやつがマジでテンション上がる。はい、ちょっと日焼け止めだけ塗っていきたいと思います。
最高の景色、マジで。ホテル内のジムに来ました。あやがいるのであやティスをしてもらえるんじゃないでしょうか。皆さん見てください、この汗。お風呂入ったのにこんなに。ルームサービスでワインを頼みました。大好きなサンセール。はい、というわけで夜ご飯までちょっと3、40分あるので、ちょっと一杯バーで飲もうかっていうアダルトな私たちです。クイッとねクイッとねそう、ビビッドクリア。北海道のワインを飲んでみます。ケルナーでしたっけ。ケルナーです。すごいさっぱりしてて飲みやすい。今日はディナーがお寿司となります。お腹空いてる？めっちゃ空いてるわかる、私もやっぱ運動したりサウナ入ったりしたらすごい。わーこんばんは。素敵。お寿司だよ。北海道だよ。北海道限定ビール。いただきます。あ、12巻にプラス2巻して最後トロタクを巻いていただいております。14巻をプラスします。いや、まだいいでしょいいですね。それ12巻上出してるんですけど。え、そうなんですか。まあ、いいんですけど。じゃあすごい食べてんだ。あの2人が小さいだったりとか、そのリズムで全然違います。確かにリズムいいもんね、私。今日の宴はサンセールを飲みます。やってみる。やってみて、アリスちゃん。私？早く。終わった。おはようございます。最終日なんだけど、今日はお部屋で朝ごはんです。みんな和定食にしましたけど、ちょっとうちクロワッサンワッフル食べたかったな。確かに。はい、これは昨日と同じですね。うん、同じです。よし。はい、でもまあエバーディーのあの購入品紹介で載せたパリアス持ってきました。今日は山に雲がかかってなくてめっちゃ綺麗な、こっちにも映ってる、素敵。今から初のニセコ町にちょっと出てみようと思います。行ってきます。お願いします。タクシーでパーラーに行きます。イエーイ。疲れる。タクシーの運転手さんがかわいい、一緒に来てくれ。あ、あったコンテナカフェ。ここなんか若い子に人気らしいですよ。そう、あら、かわいい。クリスマス気分です、リースが。こんにちは。あ、かわいい店内。ローストビーフサンドとクロックムッシュにしました。セルフタイマーで自分のこと撮ってる。一言言えば撮ってあげるのに。本当はやって変な子。
愛い道。おー、いいねー、山と二人歩いて、さっきの三楽パーラーから高橋ミルク工房かなに向かってて、もう到着するところです。ほら、山ジェラートもいっぱいあるんだけど、私はソフトクリームにしました。シュン、美味しそうなのよ。あれはジェラート、めっちゃ美味しそう。食べてもうまっ。フレッシュな牛乳とスコーンを買ってみました。はい、お宿に戻ってきたので、今からちょっと温泉に入って身支度したいと思います。もう帰るの？このお山ともお別れの時間が近づいてきました。このさ、本のセレクトがめちゃくちゃ可愛くて、これベジタリアン用のレシピ本とか、まあ英語のやつだけど、すごいさ、本のセレクトもめっちゃいいんだよね。というわけでチェックアウトをします。お化けなんか映ってる、怖い悲しいよ。また新千歳空港のお土産とか買うので、その様子を最後撮ってビデオを終わりにしたいと思います。本当に、東山リザーブリッツカールトンの皆様、本当にありがとうございました。もう至れり尽くせりな最高の旅になりました。美瑛の豆パンとコーンパンをゲットしました。イエーイ。味噌ラーメン、辛口味噌にします。マジこの度ずっとお酒飲んでんだけど、2人はゆで卵を食べてありがとうございます。めっちゃうまそう。お、味噌ラーメンこちらも。めっちゃうまそう。お疲れ様、失礼します。これは味噌、大きい。めっちゃうまそうなんだけど、何はい、というわけで今日は2泊3日のニセコ Vlog をお届けしました。で、今回は東山リザーブ、まあ、リッツカールトンリザーブっていうリッツカールトンのまた別のラインみたいな感じで、世界に5個しかないホテルで、世界中の秘密の場所じゃないけど、ちょっとひっそりとした観光地とか旅好きの人が行くようなところに作られていて、今回も後から聞いたんだけど、部屋に置いてあるバスソルトが北海道のミルク、現地のものとかを結構ふんだんに使っていて、普段のリッツカールトンだと結構アメニティとかが同じなんだけど、アメニティのシャンプーとかもそのスパに置いてあるブランドの、今回はソティスっていうところだったんだけど、とかで結構そういろんな小さなこだわりがたくさんあって、いろんなところまで楽しめるようなホテルだったんだけど、24時間食べてた。マジでオープニングより太ってんじゃないかな、顔多分はい、そんな感じで本当に初めてのニセコすごく楽しめました。というわけで、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねと、ぜひコメントもお待ちしています。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。